おはようございます。今の時間が9時7分ってことですね。11月の、27日水曜日ですね。温度が14度、まあちょっと肌寒いって感じがしますね。今日もまたラジオ体操しましょう。さすがです。腕を前から上に、伸び伸びと背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。腕を横に振りながら、立ってる方は元気よく足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、5、6、腕を回します。大きい円を描くように回しましょう。肩周辺の筋肉をほぐします。1、2、3、4、5、6、腕の運動です。腕を軽く横に振って、斜め上に大きく心地よく胸を反らせます。1、2、5、6、体を横に曲げる運動。椅子の方はゆっくりと横に、腕の横をよく伸ばしましょう。1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。弾みをつけながら3回曲げます。ゆっくりと上体を反らせましょう。椅子の方は柔らかく曲げて、軽く上を見上げる程度、体をねじりましょう。1、2、3、4、腕を斜め上に。1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、斜め下に上体を柔らかく曲げます。正面で胸を反らせましょう。両足跳びの運動です。椅子の方は肩を譲りましょう。1、2、3、4、腕と足の運動。弾んだ呼吸を徐々に整えながら、1、2、3、4、5、6、深呼吸です。深く息を吸って吐きましょう。5、6、7、8、さすがです。なんか最近だんだん人に見られても恥ずかしくなくなってきましたね。結構ね、人通りがあるんですよ。ね、周りの景色がこんな感じですね。お隣さんがなんか工事してるみたいで、ね、ホテルが。サーフィンする人もいるんですよね、こんな寒いのにね。ね、見てください。Did you surf already? What? Did you surfing already? Yeah. Wow, how was it? Yeah, sloppy. Oh, yeah. A little sloppy, but fun. Thank you. Yeah. Yeah, Ojisama もこんな感じで。さすがです。